コロナ災害による政府や東京都の自粛要請、休業要請によって多くの都民が仕事を失い、住まいを失い、そして営業継続が困難となり、命や生活が脅かされております。保健所の数を東京都は大幅に減らしてきております。最大時に71箇所あった保健所が現在は31箇所になっております。保健所はパンク状態になりました。その結果、感染の拡大を食い止めることができなかった。コロナウイルス感染症の第2波第3波に備えるためには、このような医療体制を徹底的に充実させる PCR 検査体制の抜本的強化が必要だと考えております。今コロナ感染症の7割ぐらいの患者をこの都立病院公社病院で受け入れてます。都立病院公社病院の独立行政法人化は中止すべきであります。もっともっと充実強化すべきなんだというふうに思っている。コロナ災害が拡大する中で社会の在り方が問われてます。私は日本社会は国民の暮らしや命、そして人々の人権よりも経済効率性ばかりが優先される自己責任社会だったんではないか。私たち市民、都民一人一人は微力ではあるけど決して無力ではないんだと。集まれば集まるほど大きな力になって社会を変える力、安倍政権に痛打を与える力になったではないですか。東京を変えましょう、一緒に。そして東京を変えることは SL もエールを送ってくれてるようですね。本当に東京から日本を変えていきたいと思います。頑張りましょう。